こんにちは、速稼塾の久保です。前回ね、借金の話をしまして、今は借金しなくても商売がやっていけるんだよっていうことまでつなげていきました。で、私の時代ですね、昭和で生まれた昭和47年生まれの私は、商売をするときにはまずは借金をして、その借金を返しながら商売を続けていくっていう形を学びましたね。まあですんで、私がビジネスを始めるときっていうのは、まずね、1000万とか2000万を借り入れなければならないっていうところからスタート、もしくはそのお金を貯めてやるってことになりました。ですんで、参入障壁って高かったんですよ。まずはどっかの会社に勤めて、コツコツお金を貯めながら、いろんな勉強しながら、40代ぐらいで、独立みたいなね。それでまあ飲食店のオーナーになったりとか、なんかね、車のレンタル屋さんになったりとかっていろいろあったわけですけども、いや、これはね、それだけで参入障壁高くって、特に何の規制もなくってもですね、できる人は少なかったんですよ。で、規制緩和があっても結局お金がいるでしょうと。例えばね、株式会社法っていうのが2005年に新しくなりまして、新会社法になりました。それまでは株式会社を作るのに3000万円がいったんですよ。3000万円ない人は会社が作れなかった。で、有限会社っていうちっちゃい、そういうふうな会社でもね、600万円まずは出さないとできなかったんですよ。600万、3000万ですよ。だから会社できないじゃないですか。で、潜りが多かったわけですよね。要するに、何の登録もせずに、何の法人設立の手続きもせずに、オリジナルで商売始める、まあ屋台みたいなもんですよね。で、私もまあ最初はそうだったんですよ。でも、そこで当時の自民党は気づいたんでしょうね。いや、これね、3000万とか600万っていう縛りをつけてると、勝手に商売やって、勝手に納税もなしに商売やる人がいるから、そいつらからも取ろうよって発想ですよね。そこで株式会社法は変わって、1円から会社が作れるようになったんですよ。1円ってことは、実質もいくらでも会社作れよって話ですよね。私も最初1円じゃないんですけどもね、1万円を最初入れてですね、資本金として、で、通帳に1万円っていう記入があったら、もうそれで会社の手続きできたんで、それで会社作ったのが一番最初です。当然その時から納税の義務とか発生するんですよ。法人税とか出てくるわけですよね。そうするとね、いや、待てよと思ったんですよ。今まで仕方がなく有限会社も株式会社もできなかった、場合によってはアメリカのデラウェア州で株式会社を設立しようと思って資料を取り寄せたこともあるぐらいだったんですけども、とりあえずね、日本で会社するの難しかったんですよ。商売するのが難しかった。商売やろうとしたら、半ば非合法なね、ヤシって言われたんですけども、夜店みたいな人ですよ。何の許可も出さずに瞬間的に商売やって、いつでも辞めれる状態。路上でほら、ネックレスとか売ってる人いるでしょ。あれも多分特に許可取ってないと思うんですよ。道路使用許可ぐらいは取ってると思うんですけどね、商売上の許可は取ってないと思うんですよ。まあ個人事業主ぐらいは取ってるかもしれないですけどね。まあそんな感じでね、私は法人なりして、親と思ったのは、なんか知んないけど、えらい金が払う出ていくなみたいな感じです。それまではだいたいね、収入としてはまとまった金額あったんですけども、要するにお客さんからもらった金額そのまんま自分のもので、あと何にも払いがないですからね。仕入れの代金だけですから、だから結構ね、楽にやっていけたんですよ。でも新会社法になって、株式会社が冠についた、やったーと言った瞬間、なんか儲かんねえなみたいになったんですよね。どんどん徴収されるし、自分の商売のあれこれ報告する義務が出てきますからね。だからね、うまいこと商売する人の心理をまさぐったなと思いましたね、あの時はね。まあそれ以来ね、私はあの株式会社でやってるわけですけども、まあ使いこなしていくと株式会社の制度も結構有利でね、当時は見えてなかったんですけども、今は株式会社っていうのが一番自分の商売や立場やお金を守ってくれるなとは思ってますけどね、だから良かったと思います。で、0円の企業ね、借金せずにっていう話に戻りますけども、昭和の時代に商売をやった方、私もそうですけどね、借金にはタフですね。もちろんそうならない方もいますけども、今の時代ゼロリスクなしで起業することもできるんで、ただリスクに対抗する精神力とかはないんじゃないかと思いますよ。やっぱりこれね、別の書籍でもあったんですけども、適度なストレスは人を鍛える、若返らせるっていうね、そういう説があるんですけども、筋トレするにしてもストレスをかけてね、で、筋肉を壊して、壊した結果超回復って言って、以前よりも強い筋肉になっていくと。ただやりすぎるとオーバーワークすると、筋肉自体が破壊されて再生されなくなるんで、大事なのは適度な破壊と徹底的な癒し、これを繰り返すことなんですよね。サウナに入ってもいろんな肝機能がね、促進されたりするのは、適度にサウナに入って我慢せずに出た後でちゃんとね、水分を取ったりする、その繰り返しがあるから内燃機関が発達するっていう考え方です。その他にもポジティブなね、
苦痛っていうのは人をすごく豊かにするんですよね。先ほどの筋トレの例ですけども、筋トレっていうのは理想的なボディになりたいっていう目標に向かってポジティブに体に適度な負荷をかけるわけなんですよ。ただ毎日苦痛にあえぎながら労働するものでは何にも鍛えられないんですよ。これはネガティブな苦痛だからです。しかもオーバーワークしがちなんですよ。で、精神が楽しくないから肉体がすぐに壊れやすいんですよね。だからそういったものを使いこなすことによってどんどん人は鍛えられていくんですけども、商売に向かうエネルギーっていうのは基本的に、商売の借金っていうのは基本的にポジティブですからね。ただ自分が本当に返済しようもないような負債を負ってしまったら大変なことになりますので、本当に最初はね、小さな、それこそ3坪ぐらいのショットバーから始めるみたいなのがありましたけどね、まあ、そんな感じでね、借金に関してここで一旦まとめたいと思いますけども、ちょっと YouTube に行ってみましょうか。 YouTube は広告収入が入るまでに1000人のチャンネル登録者さんが必要だということになります。そしてこの1000人のチャンネル登録者さんがいつになるかっていうのは、まさに自分の力量とわずかな運が必要になってきます。ただここで厳しい現実言いますけども、チャンネル登録1000人がいかないぐらいだったら商売のセンスはないんですよ。要するに誰にも影響力がないってことなんですよ。1000人すら抱えられない人に何の商売ができるんですかと。これは YouTube が客観的に評価してくださってるんで、本当にね、ありがたいことだと思ったらいいです。だって YouTube がない時代っていうのは、近所の人にね、俺今度商売するからさ、うちの店来たよって言ったら応援するよって言ってオープンしました。来ないやつがどんだけいるかってことじゃないですか、ね、だから言葉では期待してる、応援してるって言っても結局来ないわけですよ。来たにしても1回とかね、2回とか、しかも来るたんびに友達なんか負けてよねとかいう、ね、人のあらりを毀損するような人ばかりでしょ。だからそういう風な関係になっちゃうんですよ。だから YouTube がある意味それを可視化してくれてね、チャンネル登録1000人いかないような人は、いや結局どんなビジネスやってもダメですよっていうふうに教えてくれてるんではないかなと思います。反面ですね、チャンネル登録1000人いかなくてもちゃんと稼ぐ方法があります。それは熱烈なファンを作って、それが100人から200人とか、場合によっては10人かもしれないけども、その10人との強い信頼関係のもと、セールスしたものがちゃんと買っていただけるっていうような、そういう環境を作るぐらいのね、パンチのある好き嫌いのはっきりしたチャンネルだったら、これはチャンネル登録に関わらず、それこそチャンネル登録が一人でも物が売れるんですよ。ただし大ファンを作らないといけないです。もう全然ついてきますよみたいな感じです。商品売りましたって言ったら、内容とかなんとかじゃなくて、もう買いましたみたいなね、そのぐらいの熱狂的なファンを一人でも捕まえられることができるかどうか、それはリアルな世界で同じで、リアルな世界でもう唯一無二の親友をね、作ることができるかどうかぐらいのものなんですよ。おそらくそういう環境を作れてる人はあんまりいないと思います。ですので YouTube でも強い信頼関係を作れる人っていないと思います。じゃあ YouTube でどうやって強い信頼関係を作るかというと、極端に言ったらこういうことなんですよ。無名な人にどれだけ温かくできるか、まあ無名な者同士ですけどね、そのぐらいのものなんですよ。例えばコメントをいつも書いてくれる人を大事にするのはみんな同じなんですよ。でもコメントも書いてくれない人を取り上げて、この人はね、こんな YouTube チャンネルを持ってるんですみたいなことやったりね、この人はチャンネル名からするとこんな人格なんではないかなっていうふうに取り上げていく、特集するってことなんですよ。そうするとね、その人が喜びますよ。分かりやすい例で言うと、 YouTube のチャンネル作りました。チャンネル登録は1人しかいません、仲のいい人1人だったんですよね。でその人は動画を 2,3 本しか上げてません。なのにその人をチャンネル登録10万人の人が取り上げて、いやこの人なんかすごい才能ありそうだよって言ったらどうですかね。そのいわゆる弱小 YouTuber さんはもう飛び上がって喜んで、そんな人が取り上げてくれるんですか、ありがとうございますみたいな感じになると思うんですよ。これを繰り返すことによって人の心をつかむことができる。それは客観的に見ても、あんな無名な人とか動画を上げてない人、チャンネル登録1人しかいない人が10万人ぐらいの人に取り上げてもらえるんだ、すごいな、よし自分も頑張って目立つようになっていくぞと、どういうふうにやったらいいかなっていうふうにモチベーションを上げることになりますよね。だからこれ流れ玉効果っていうんですけどね、私が名付けたんですけども、あいつが取り上げられるんだったら俺んとこにもみたいな感じなんですよね。でも多くの人はチャンネル登録1万人とか3万人とか5万人ないと、有名 YouTuber さん、チャンネル登録のね、10万人以上いる銀の盾金の盾の人にはもう何言っても取り上げてもらえないだろうと思っちゃってるでしょ。だからチャンスなんですよ。でちなみにこれね、まとめになりますけど、私の場合はチャンネル登録1万4500人ほどいます。だからチャンネル登録100人以下の方をたまに取り上げるんですよ。その人に頑張ってほしいから、ね、その人に、自分は誰にも見向きもされてないんだって思うんじゃなくて、いや私は見てますよと、チャンネル登録とか関係なくて、あなたがすごく可能性があると思うから取り上げるんですよっていうふうにやってるんですよね。そうすると励みになるじゃないですか。そういうふうに人を引き上げていくようなね、そんなミッションを私には
まあ、適度にかけてるってことですかね。で大筋は速稼塾の塾生さんとか、あの私とね関わりのある方はやっぱりそれは優先して取り上げますけども、無名な人もほっとかないってことをたまにやるんですよね。だからあのいろんな YouTube さんを探しております。もちろん私のところにねメッセージくださって、私はチャンネル登録30人ですけども、ちょっと久保さんのところで紹介してもらえませんかって頼まれると やってみようかなと思うんですよね。全員が全員紹介できないかもしれませんけども、よく覚えてますんで、このタイミングだったらいいんじゃないかなみたいな時にやりますんで、あの YouTube 始めてねまだ自分に自信がない方、私に任せてください。私のまあ1万人ね、1万5000人もいないですけども、私の影響力でよかったらまあお力になれると思います。基本的には速稼塾の塾生さんですからね、でもねそれをするのは、ですけども私もねお人よしなんで頼まれたらやるかもしれませんぐらいに思っておいてください。それでは行ってらっしゃい。